はい、ということで今回はですね、新しくアップデートが来たということでやっていきたいと思います。ということで今回はね、クソエッグランの最強のメンツたちでやっていきたいと思います。イエーイ。で今回ね、今ね、あの私あの実家の方でやってるんですけども、任天堂スイッチでフォートナイトやっております。もうやばいよこれ。でこれ多分ね 60fps 出てないんだよこれ。マジっすか。うん、かわいいっすね。任天堂スイッチでやってる人こんな感じなんだね。でも任天堂スイッチならどこでもフォートナイトできるよね。それがめっちゃね、うん、ルーミングとかどこでも、ね、お前らさ、そういえばさ、俺スクリームとか出ろって言ったじゃん。本当に出たか。あ、俺と TS が出てます。で、昨日じゃねえかお前。昨日デュオスクリーム2位まで行きました。デュオスクリーム2位まで行った。2位で最後僕が1人殺して、うん、ノラエンゴっていうのか、レインボーシックスとかで活躍してるチームなんですけど、プロチームなんですけど、そのチームにやられましたね。最後やばいな、アンチがやばい。高木お前ぶっ取ってんじゃねえ。俺のお前、おいバカ、おいちょっと上のじゃねえんだよ。上いるって。武器ね、武器ね、武器ね。高木そこ上いる。いける。おいショットがあるよ、タックショ。大丈夫か。いや僕たち俺包帯しかない。オッケーダウン、ナイス。さすがタモさん、ラジカセ出た。大丈夫、痛い痛い。オッケー。あれタモさん、ラジカセちょっとお試しで使ってみます。ラジカセどこにある。あ、その建築の上ですね、その上。ちょ、早速使ってみましょう。早速使ってみましょう。ハム出てる、ハム出てますよ。これか。あの家とか投げればいいんじゃないですか、そこの家に。家に、あ、家にこんな感じで投げるんだ、ラジカセって。そうですね、レッツゴー。すげえ。すると、あの近づいたら分かると思うんですけど、おおすげえ、こういう感じでね、この4方向にあの出るんですよ。え、これバカ強いやん。そうですね。え、これめちゃくちゃ壊れてるやん。え、これでどんどんあの広がっていくんですよ。え、え、やばい、ほんとだ、広がっていく。え、めちゃくちゃ範囲でかいじゃんこれ。え、これ30秒くらい続くらしいです。これ、え、これ強すぎ。これ絶対修正くるな、これは。で、これ撃ってみてください、銃で。多分耐久値出ると思うんですけど。結構硬くないですか。これやばい、600 HP はやばい、これ。それマジ硬いっすね。これ絶対新鮮くるな、これ。こう、あー、やっと壊れるぐらい。まあでも、これ、味方の建築も壊しちゃうんで、使いどころが難しいっすね。あー、なるほどね。いや。相手に。お前、プロゲーマーになるんだ、スカーズに入るんじゃなかったっけ、おい。僕もうスカーズはいいです。スカーズはいいの、次どこよ。僕次もう父の背中に入ろうかなと思ったんですけど、父の背中も諦めて、うん、諦めるの早いなお前。いや、やっぱ俺が行ったら他のチームかわいそうってことで、うん、いや、その時野良連合行きたいなと思ったんですけど、野良連合も、うん、あれだからで諦めて、うん、でまあ今、まあ、僕が思ってるのは、うん、フェイズかな。無理決まったろお前。行きますよ、僕この間ティビューに会いに行ったんですよ。ティビューに会いに行ったんです。お前も会ったの。会いましたよ。俺タモさんにも会いたくて。お前遅いよ。学校終わってはって速攻ダッシュで行ったら間に合いませんでした。うららさんに100万円渡したじゃないですか。僕も真似して、僕あの100均でカチューシャ買ってティフィーに渡そうって思ったんですよ。猫の可愛いやつ。カチューシャ、はい、でも怖すぎて渡せませんでした。え、買ったのに。はい。いや、そこはさ、せっかくだ。お前ティフィーともう一生会えるか会えないかだぞ。いや、だって怖いんすよ。で、あとボドカさんもいて、ボドカさんと写真撮りたいって思ったんだけど、超怖かった。何が怖かったの、ボドカの顔と、インパクトありすぎです。で、あの CR のあのウユリルさんとかと、あ、ウユリルさんとかもあったらしいですよ。あ、リザートとあった。めっちゃ背でかかったっすよ、バカでかかったっすよ。リザートめっちゃでかいっすよ、本当に。あ、リザート背でかいんだ。こりゃたまげたって感じですね。おめえちっちゃいだけだな、おい。僕一撃で身長155なんで、156。身長 155? 俺、タモさんになら普通に写真撮ってくださいって言えます。え、ティーフィーに写真撮ってくださいって言わなかったの。言いませんでした。は？お分かりいただけただろうか。言えなかったみたいな。いや、本当に行く意味なくない？本当にマジで。やめてよ！そういうこと言うなよ！一生一度かもしれないんだよ。本当にそういうチャンス逃したら。逃しちゃあかんで、これからの人生、お前バカが。でも僕あのティフィーの出ました、ラジカセ出ました。タモさん、僕ティフィーの髪の毛食べて良くなったんで。おお、タモさん最近なんかありました？最近、いや引っ越しだな、うん、いや引っ越ししたんだけどさ、これあの自分で運びたいものはレンタカーして
運んだんで、はいはい、あ自分で運ぶ、そう、うん、PC とかね、はい、あ、はい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 、で引っ越し業者と同じタイミングで出たんで、そしたらさ、3時間も遅れちゃってさ、ちょっとそれでぶち切れられたっていうね、うん、まあ、どんな感じで切られたんですか。こんな感じっていうか、もうなんか態度的に普通、ね、荷物、段ボールにここに運んでくださいみたいに書くんだよ、はい、うん、全部リビングに置かれてね、荷物をね、うん、あー、あー、まあ、の引っ越し業者これありのマークじゃいけないよ、それは、うん、じゃあもうそれはもう画面、あの鼻の中に LMG さ、鼻だよ、どういうことよ、どういうことよ、すぎだろ、あ、ちょっと待って、敵来たよ、撃たれてる、撃たれてる、撃たれてる、やばくない、ヤンキーすぎる、やばくない、ヤンキーすぎる、ワンダー、あ、空中で死んだおい、巡査リアペガサス来た、やばい、待って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 、あいつまたあっち戻ってた、あ、よしよし、ごめんなさい、バカよ、あいつ、おい、お一人落ちた、トモさん、トモさん、死にま、トモさん、飛行機乗ってください、アンチ来てます、アンチ来てます、大丈夫、忙しい、忙しい、オッケー、乗るわ、ティース、ティース、ジャンパ使ってもいこう、いや、1キルもできないで、やっぱスイッチむずいな、おい、何してんの、あいつ、アカゲ、なにこれ、引っかかる、通知表見せようぜ、通知表、なんでもみんなが通知表知りたいの、今年の最後、もうみんな通知表見せた、あとで理由は、僕通知表もらいましたよ、どうだった、上から、じゃあ国語から、じゃあ上から行ってごらん、国語から2、2、2、2、全て2、オール2 オール2 オール2とか最悪じゃねえか、おい、いいんじゃないですか、オール2、おい、大丈夫なの、これね、おなら、おなら、おなら、おい、やばいな、俺がめちゃくちゃ食らってんだけど、不安なんだけど、当てたけど、ちょっと誰か助けて、くそ、ラジカセ行けよ、ふぅ、行け、これいいんじゃない、あ、いいぞ、いいぞ、いいっすね、行け、ラジカセ、落とせ、やばい、殺された、やばい、本当にやばい、高木、助けて、オッケーオッケー、ダウン、ナイス、タモさん、やっぱ俺死んだわ、いや、これ俺も死んだぞ、これ大丈夫、僕が生きてますよ、希望の星、高木、高木、起こして、俺が起こすの、俺 HP ないよ、バカクソないよ、俺27だよ、いけるって、いけねえよ、バカ、起こし合えばいけるよ、いけるってみたい、起こし合えばいけるよ、バンテージないの、おい、バンテージないっす、終わった、いや、僕ドンカツできるんで、 TS みたいに無理でしょ、当たり前、いけるんで、自分自信に来なんで、いきます、自信に来って、自信あるだけでそれができるとは限らないからな、うん、こいつやばい、何やってんの、何してんのこいつ、じゃねえか、お前、俺も行ってあげる、行ってあげるじゃねえ、行ってあげるじゃねえだろ、お、いける、およっしゃー、てか俺さ、何気にささっきから結構ダウン取ってんだよね、よく考えたら、タモさん、何気に最強説、いや、皆さん、スイッチの皆さん、スイッチの皆さん大丈夫です、皆さん、スイッチでも PC 勢の人とやり合えるってことみんなに見せるからね、うん、かわいい、お前らさ、そういえばもう冬休みだろ、宿題ちゃんとやってんのか、はい、宿題、そうだ、キスガキクランのお気持ち、第一あれだって、宿題が優先って、そうだよ、立てるか、おい、スイッチ勢にやられた気分はどうだ、おい、お前 PC 版か、おいおい PC 版か、おいおい、スイッチ勢にいじめないで、おいお前、あれ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 、やべえ、ヘルストーン、これタモさんのプレステージリセットの動画マジで好きな、プレステージ、あ、またあるよ、プレステージリセット動画、マジっすか、マジっすか、おー、が僕、あれ、あれ見てタモさん好きになったんですよ、これ何見てタモさん好きになったんだっけな、これみんな何きっかけなの、よく考えたら、これ、え、俺まず最初にで、そっからプレステージのやつ見て面白いって思って、で、それでなんか、玉屋入ったんですよ、ま、その、結構まあ後になっちゃうんですけど、タモさんに、まあ、で、これ本当にタモさんなのかって思って、うん、まあ、まず最初にタモさんに、これ言っていいですか、ちょっと、あれですけど、おっぱいとハンコどっちが好きですかって言ったら、うん、俺はおっぱいが好きだぞみたいな風に言われて、うん、これタモさんだって思って、どういう認識の仕方で、それでクソクランまだありますかって聞いたら、うん、あるって言われたから、うん、その時、ま、全然クソクランなんかやってなくて、うん、もうないのかなって思ってて、一個取っときな、おっしゃ、待って、あそこに いる、行け、俺のポケモン、ヒカキンさん、なんだこいつ、絶対この企業は映ってない、映ってない、おい、これ絶対ヒカキンさん投げた、おい、そこに敵いんの、これ絶対ヒカキンさん、なんでヒカキンさんで通ってんの、やばい、エイムやばい、いやー、エイムやばい、
それヒカキンさんのせいだろ。ヒカキンさんだけどお前のせいだよ。ヒカキンさん近いヒカキンさん。ヒカキン TV。トップヒカキンさん強い。ヒカキンさん強い。パンチかパンチかパンチか。ヒカキンさんだ。ヒカキンパワーだ。高木さんじゃねえか。高木さん。おお。混じっちゃったよ。オッケー。やったぜ。おいおいびっくりしたこれ。この作戦絶対成功させるぞ。お前ら。そうっすね。絶対させましょう。じっちゃんの何か来て。それなんだっけ。近代史。近代史。あ、近代史ね。もう俺もそれ大好きだった。俺も大好きだった。ドラマ好きだったドラマ。お前らの世代じゃないだろ近代史少年って。え、世代待って間違いじゃないっすよ。ドラマ。もっとだと思う。アニメじゃないよね。アニメや。アニメじゃない。いやこれこの前スクリームでスクリームでやろうみたいになって。そう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 。やったりやったっけあれ。やってないまだ。やってないか。そうこれもなんかね。感じ。頼む、こっち側に入れて。おぉ来たー。え、でもこれ運転、俺の運転技術にかかってるな。ね、いい感じだよ。待て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 、びっくりした。もっとアンチが見えた方が分かりやすいですね、右上の。もうちょい上の方がよくない？なんか怖いんだけど。大体これはいい。あ、え、え、待って、やばいやばい。あ、あ、What the fuck。 これどうする？あいつらクソ。上に登りますね。これだ、頼む。これでいきます。降りる？降りるよ。いや降りなくていい、降りなくていい、降りなくていい、降りなくていい。いいの？マジグラサゴやってるよ。やばい、バレてんのかな上。え、バレてないよ。ワンちゃんバレてたら撃てる、撃つはずだもん。だよね。うん、バレてない。これ一番、これ一番あれだよね、あのエンジンかけるときが怖いんだよね。そうそうそう、音がブーストのときが怖い。ブーストしない方がいいかな。じゃあブーストしない方がいいな。そう、うん、もう一発でも被弾した、被弾ってもう銃声くらいしたらもう速攻通りだがいい。多分一発二発は耐えるんですよこれ。え、とりあえず一発当たってからでしょ。あの流れ弾かもしれない。でも上にこんな上に真上に向かって流れ弾飛んでくるか。いや俺みたいなクソイマだったらするよ。しないよ、大丈夫だよ。いや、あのお前みたいなクソイマこの試合にはいない。以上。とりあえず下にトマト投げてくるでしょ。あいつらに受け投げる。ダメだマジで。お前ダメだ。あ、出た。おいバカ、お前のトマトのせいじゃねえか。ここに敵がいます、隊長。耐えるかな。おお、一人倒した。前の俺みたいに落下すんなよ。壊された。行きます。敵どこ？ね、敵どこ？敵どこ？本当だ。タモさん、タモさん何やってる？タモさん決めてくださいよもう。ちょっと俺が決めるから待てよお前ら。俺たちは終わりですよ。タモさんバルーンで普通にもう上まで行っちゃえばいいんじゃないですか。あ、おい、ちょっと待って。おい、高木、ちょっと待って。そいつさ、俺、上空からスーパートリックショット決めるわ。あの、高木、それ全部作りまくっちゃうぞ。え？はぁ、自爆した。おい。What the fuck？ マジか。何してんの？ラジカセはどこや？ラジカセマジなくなった？パッチ？